俺だ。家康？その女がサヨをいじめ殺しやがった！何が悪いって言うのよ！お前たちは何の役にも立てない地方の田舎者でしょ！家畜と同じ！それをどう扱おうが私の勝手じゃない！まだかばう気か？いや、俺が切る！毎日来てしまう。やはり一階にこんなくつろげる店があるのが悪いのでは？何があったんだい？大した傷じゃ、ありません。皆様が無事でよかった。こびてみろよ、遠坂。どうしがたいアホね。まっさとここから逃げ出す。誰が僕の邪魔をするって言うんだ！ガキが。あんた指の爪を剥ぐんだって。いい趣味してるじゃないか。今日は久しぶりに楽しめそうだ。お食までお仕事お疲れ様ですね。お友達のためでしか。麗しい友情ってやつにおいら感動で涙が出ちゃう。でもあいつはもうすぐお迎えが来ちゃうんだよね。やんのかマイキー。いくらマイキー君でもこいつには10秒で殺すよ。パーチンが負けたと思ってるやつ全員出てこい。俺が殺す。蘇生もできぬよう根源者とも消えてもらう。貴様。アンナス、寝ていろ。お前は何をしていた？薬。お邪魔し。俺の名前はケアル。あれは俺の全てを奪った女。俺が地獄を味わった元凶。復讐の標的。おい！なあ、これどういうあれ？挨拶だよ、挨拶。日本式の歓迎さ。なるほど、挨拶ね。何してんだ、てめえ！おや、挨拶だよ。俺はお前のせいで地獄に落ち苦しんだ。だから復讐する。復讐なんて。これから他の指も順番に折っていく。全部折るまで悲鳴を上げなければフレアの勝ち。やります。ですから、もし耐えたら。残念、惜しかったな。俺の勝ちだ。存在自体が邪魔なんだよ。いいよ、やってみなよ放送。そしたらあんたらがつるんでる連中全部潰してやる。分かったから、もうやめてください。高宮さんって言ってみろよ。殺すぞ。今は殺人者になってもいい気分だ。二度と私に関わるな、このクズが！あなたは8月31日に力を失っているはず。かつての力なんてどこにもないのよ。俺が弱くなったところで
別にお前が強くなったわけじゃねえだろうがよ。貸した金すぐ返せるよな。月に 30% の利子なんて法外です。なんだこのガキ。わしにこれを奪えと言った張本人。だったらまずてめえからだな。当たらねえ。やろ。最近の1年はお盛んだな。おう、やんのか。お前、卑怯だろ。それは、あんただろ。昨日、うんこ踏んだんで。おい、園原、やめろと言ったはずだ。おとなしくしてろ。そうすればお前を殺してやる。ダメ、リヒト。黙れ。食事中だぞ、行儀よくしろよ。お前は目上に対する礼儀がなってない。なんだその目は。神殿騎士に逆らうのか。小さい男。異教止め。だから行儀よくしろって。